寒くなってくると食べたくなる鍋、この鍋でガツンと効いているのは実はニンニク。ニンニクの風味が加わると旨味がアップしますね。店内にはニンニク、ニンニク、ニンニク。札幌にはニンニク専門店まで。北海道の名物としてその位置まで持ち上げれるように。北海道産のニンニクは引っ張りだこの人気に。ニンニクブームをもう一掘りします。もう一掘り。鍋料理の店しゃぶしゃぶ温野菜で今月から登場した濃厚ニンニク鍋。スープには4種類のニンニクを使用。そのうまみを卵で閉じ込めていただきます。いやー、いいニンニクの香りがします。いただきます。うん、これは美味しい。豚の甘みにニンニクの風味が加わると旨味がアップしますね。さらにガーリックペーストで追いニンニク。ニンニクたっぷりなだけに食べた後の匂いが気になりますが、マスクしてるから大丈夫かなって思ってる方とかも多くいるんじゃないでしょうかね。思った以上に女性客のご注文も多いんですよね。ニンニクといえば青森県、収穫量は13,500トンで日本一。北海道は898トンと遠く及びませんが、それでも国内2位の生産量を誇っています。温暖化の影響もあり、道内のニンニクの作付け面積はこの10年で4倍に増えました。そして札幌にはニンニクに目をつけたこんな店も登場しています。ありました。上見てニンニクって書いてありますよ。ニンニクとしか書いてない。何これ。希少価値の高いダイヤモンドと、掛け合わせる形でダイヤモンドニンニクって商品になってます。ダイヤモンドのようなニンニクとは一体。上川の美瑛町の畑で育てているのはオリジナルブランドのダイヤモンドニンニクです。無農薬でやっているので、量はできない。でなおかつ食べても美味しくて後引くようなものなので、希少性が高いということで、はい、こういう名前を付けさせてもらってますね。農薬と化学肥料を使わず手間暇かけて育てるダイヤモンドのように希少なニンニクです。秋に植え付け、雪の下で冬を越すニンニクにとって積もった雪が暖かい布団代わり。雪深い美瑛町は栽培に適した環境です。糖度は、以前測ったところでは、40は超えてました。一般的なニンニクの糖度は35度前後ですが、ダイヤモンドニンニクは糖度が40度を超えていて、加熱するとその甘みが引き立ちます。ネット販売では毎年完売する人気ぶりです。ダイヤモンドニンニクの仕掛け人の店が札幌にありました。ツナもニンニク、醤油もニンニク、ふりかけもニンニク、全部ニンニク。すごい、ニンニクだらけ。札幌のたぬき工事に去年オープンしたニンニク酒造。ダイヤモンドニンニクを使ったオリジナル商品と全国のニンニク商品を集めた北海道唯一のニンニク専門店です。僕自身がもともとイタリアンの料理人でして、イタリア行って料理をして感動したのがニンニクの美味しさとオリーブオイルの美味しさだったんですよね。佐藤さんはニンニク料理ではなくニンニクそのものの美味しさで勝負がしたいと北海道に移住。美瑛町の新井さんとタッグを組んでダイヤモンドニンニクのブランド化に取り組んでいます。食を目指していろんな人が地方にやってきて、そこに食に お金を落として経済が回っていくっていうのを見た時に、日本でもこういう文化を僕は作りたいなと思ってダイヤモンドニンニクっていうプロジェクトを立ち上げて、店は夜になると立ち飲みバーに変身。メニューはやはりニンニクずくめです。
こちらは豚肉とニンニクを腸詰めにしたサルシッチャにニンニクマヨネーズ、どちらも店のオリジナル商品です。あ、マヨネーズクリーミーでニンニクの旨味がこう後から押し寄せてきますね。お待たせいたしました、はい、ダイヤモンドニンニクブラッティメアリーです。ブラッティメアリーってことニンニクのお酒ですかこれ。はい、ダイヤモンドニンニクを使った焼酎、それをトマトジュースで割ってブラッティメアリーにしました。わお、最初トマトの甘さ、トマトの甘さが来て、で後からニンニクのこう香りがふわーっと香る感じ、美味しい。ニンニクの新たな魅力に出会える店です。ダイヤモンドニンニクをよその土地から来る人もやっぱりみんなが知っていて、いろんなダイヤモンドニンニク商品をやっぱ北海道の名物としてその位置まで持ち上げれるように僕は取り組んでいきたいなと。ニンニク専門店が登場したということですが、知ってました？あの何度か見かけたことあってすごい気になってたんですけど入ったことなかったので。たぬき工事1丁目1丁目ですね、はい、行ってみたくなりました。あのダイヤモンドニンニクは匂いが気にならない品種なんですって。香りはいいんですけども、いわゆるあのニンニク臭いっていう、ああいうのが少ないみたいなので、仕事の前の日でもいいですね。そうそう、だから食べやすいっちゃ食べやすいのかなと思ったんですよね。うん、そうですね。あと身がすごく大きくて、はい、はい、であそこの お店でそのダイヤモンドニンニクなどニンニクそのものも扱ってるんですけど、お店にはあのニンニク以外にもあの加工品がおよそ20種類ぐらい扱っていて、うん、もうニンニクの効いた焼肉のタレとかドレッシングとかマヨネーズとかふりかけとか醤油とか味噌とかいっぱい、ニンニクの加工品いっぱいあるみたいです。よく夏にスタミナつけようって言って、うん、ニンニクフェアとかあるけれども、はい、ポカポカするので私は冬の方がいいんじゃないかなと思ってたんですよ、うん、なんか血行もなんか良くなるんでね、うん、暖かくなるし。お店ではニンニクメニューとか出してないですか？まだ出したことないと思うんですけど、ニンニクのホイル焼きとかってお酒飲む人絶対に好きじゃないですか、うん、だから系列にちょっとそういう食事出せるとこあるので、ちょっと出すように言っとこうかなっていうふうに思いました。ね、ダイヤモンドニンニク、ダイヤモンドニンニク、うん、名前もインパクトがあるわけですけども、覚えやすい。でちょっとニンニクに関するデータ一つご紹介したいんですが、これ国内の供給量というデータなんですが、上の赤い方が輸入量で下の青い方が国内生産量になるんですね。こう見ると国内の生産量ってほとんど横ばい、変わってないんですね。そうですね、青い方。2010年以降で全体的に、まあ、微増しているので輸入が少し増えてるかなということで、いや世の中自体はだんだんじわじわなんですけど、やっぱりニンニクを食べる、まあ、機会が増えてるのかなと、ね、食べてる人が増えてるのかなというところなんですが、まあ、そういう意味で言うとこの国内はまだまだ勝負できる余地があるのかなっていうところですよね。そうですね、あの今円安で輸入も、うん、あのなかなか割高になってきてると思うので、うん、国内頑張ってほしいですね、はい、そのうち北海道がニンニクの本場なんてね言われる日が来るかもしれません、うん。